たり。そうですね、まあ、長い間選ばれ続けてきて、まだここまで出れてないというのは非常に悔しいものがありますし、毎回毎回やっぱり試合に出てる選手を見て悔しい思いもありましたし、まあ、次こそはという思いで今回はチャンスがあれば自分が出ることができれば自分の良さを全て出し切りたいと思います。そうですね、まあ、相手がどこであろうとやっぱ自分の強さというところを出したいと思いますし、どんな相手でもやっぱり倒して僕のしっかりとアピールにつなげたいと思います。やっぱり試合に出るだけが目標じゃないですし、ワールドカップのメンバーに選ばれて試合に出ることが目標なんで、試合に出るためにはまだまだ僕は成長しなければいけないと思うので、まず第一段階である試合に出ることを目指していきたいと思います。